そんなことで松さん、はい、もう早めに行きましょうか。そうですね、はい、はいはい、今日はジャイアンツ OB、はい、そして評論家としても、まあ、私もいろんな場所でお世話になりました、うん、で選手 の, あの面倒見の非常にうん、いい方でいらっしゃいます、うんうん、はい、毒舌江本さんとどっちが上なのかという、うん、いや俺は負ける関本仁志さんにお越しいただきました。ラジオ聞くでしょ、ええ、ラジオとテレビと絶対撮るとニュアンスと表現違うよねラジオの時にものすごい味が出てるでテレビの時はねちょっとよそぎり、ね、先輩そうよテレビはねおもろないんだよ、うん、短いから、それでアナウンサーがほらそんなに普段野球してるアナウンサーじゃないじゃん、日テレとかやるのと違う、それもう絶対もう明確に違うからねまあそれは多少あるでしょう。今日は俺より2つ下と俺はもっと下かなと思ってた。いやいや2つ下だから、学年で言うとトンビだとか、うん、一緒だろ、いやその上です。あ、トンビのもうちょっと上だ。あれはでもだからもうあれですよ、ずっと入団して今もね、うん、なんせ俺の人生でね甲府のね、うん、ミスター芥太郎とねせめて同期であったらっつってるんですよ2つ下なんですよ。あ、学年ね、そう早生まれだから一つなんだよ、うんうん、そうだ。これがもう先日ももう池袋でもまた、うん、コンコンと、はい、あ、まあそうです、まあ一応痛恨の出来事だねいやでもね関本関って俺は言うんだけど俺が評論家やって選手時代もダブってるしな。そうそう、それから評論家やってもずっと長いことネット裏に一緒にいたからね。だからまあある意味似たようなことをやってきて、そうですね。でも俺と違いはここはコーチやってるから、コーチよ。そうですね。な、うん、まあ何度かだって2度結構やったじゃん。8年ですね。お、通算で。はい。最初はまあいろんなこと言うんだけど、巨人辞めてコーチやったのは何どれぐらい後？選手辞めてから。選手辞めてからね。うん、球団野球界はね。現役辞めて7年たってた、うん、でジャイアンツは離れてトレードで2球団行きましたから、うん、それで、うん、で球団から、まあ、電話かかってきて、うん、もうねそうそう、うん、若いやつの面倒見ろって言って、うん、でそういうあれで電話して、あ、そう、そして最初6年やって、うん、でその時に、うん、桑田真澄が入ってきたんですよ。用意どんで僕が入るで大阪のね桑田真澄、それから今度は今スカウトでやってるね鍋渡辺、北洋のだから関西のナンバーワン、ナンバーツーの左右走った、それが良いと、うん、そして6月の頭か5月の超終わりにね、高崎の城南球場でね、うん、確か西武戦かなんかで16三振取ったんですよ。ほう、そしてその、ね、その時はもう王監督で、うん、これ面白いんだよね。そこからプリンスホテルのセザンコテージ、うん、ライオンズの持ちゲームだから、うん、でそこ行ったんですよ。そしたら夜そこから須藤、ね、須藤、ね、二軍監督ですよ、電話して明日から小型あげるからねって言って電話して、二軍の監督がすごいと当時、じゃあ誰か一緒に落ちなきゃいかんとですよ、うん、そうですよ。だから、まあ、2月の自主トレイというか1月のトレーニングから、うんうんうん、5月いっぱいまで桑田とやった。ということは、関がコーチになった時に、はい、桑田が入ってきたから、はい、はい、だから、まあ、ある種の同期やね。まあ、そう、だからそうそうコーチと選手、そうそうそう、あ、それでも、ちょっと やりにくくなかった全然、いきなり桑田じゃ、うん、いや、全然そういうことなかったですね。あ、そう、これでキャンプの初日にね、うん、もうトレーニングコーチが作ったメニューで、うん、これからこうで、じゃあルーキーはこういう、ね、強化層だとか、うん、メニューで終わった後宮崎のね、うんうん、キャンプのすぐ前が 400m 陸上競技場で、うん、あった、その横に 300m ってのがあるんですね、うんうん、あそこで主にピッチャー連中が、うん、やるところが、うん、300m トラックで 50秒とか何秒で実習走っていいですかって言ったんだよ。で、ちょっと待てって、もうね、一、うん、日のスケジュール終わったから、うん、ちょっと監督に聞いてくれって言ったんだよ、うん、そしたら須藤二軍監督、なるほど、え、本人そう言った、
よし、面白い、いやすい、みんなで見に行こうぜって言って、その通りやったんですよ、300メートルで、ダーッと走って、で何秒とか何分走って、こいつは下半身だけはもう、もうできてるんだって言って、まあ、そのコーチの話から行こうか、じゃあ、うん、その桑田が来て、でやっぱりこいつはものが違うと思ったの、まあ、全部自分であのプラン立ててやれるんですよね、それは。だから面倒見のかからないというか、うん、ただあのアドバイスしたのはあの、うんうん、こう投球フォームやって、うんうん、投げる途中にもう三塁ベースの方に体がこうなって、うんうん、ちょっとこうでそれはもうもったいないよって。なるほど。だからこうやってアメリカはね、アメリカがスライドして、ね、うん、こっちに倒れるから、うん、あれはあの腕を振り切れるからって、うん、もったいない、それだけですよ。それで変わってるのはね、普通キャッチャーがこうピッチング受けてるでしょ、うん、そうするとね、大体10球単位でね、うん、あ40ってやるじゃないですか、うん、桑田は今の後にもさ、全部1球ずつ自分で数えて、今何球って言ったら、今58ですそうで、今合わせたら77ですってそんなピッチャーいないよね。いないよ、そう、うん、それからあの桑田の思い出があるのはね、うん、例のあの清原が泣いたっていう、うんうんうん、あれですよね、うんうんうん、入る時に、あその時、うん、あのね、まず本人に聞いたんですよ、うん、あんまり甲子園で、うん、あんまりカーブを投げると評価が低くなるから投げなかったんですって、うん、でその話の前は、うん、まだずっとジャイアンツはスカウトあの清原で行って、うんうん、で確か鳥取国体に行って、うん、でもう三振でもカーブでバタバタ取ったんだって、うん、でそれをあの伊藤菊さんね、スカウト聞いてたもんだから、そこでシフト変えたんだって言っちゃうんですよ。その変えたってことは、結局、まあ、清原には伝えてなかったんだろうね。そうだ。で、それでじゃあもう、早稲田っていうことで行くっていうことで、うん、まあ、言っとった。で、じゃあね、いや、僕も早稲田、あの学校推薦じゃなくて、自己推薦の方でやったから、誰にも迷惑かけてないって彼は言うわけですよ。いや、でも桑田ね、お前に以降ね、うん、ね、早稲田はね、PL からしてることってないよって、うん、あの事件以降いや、まあ、その交換とあるところによると、そういうなんか、うまいことをあの清原をだまくらした自分が言ったみたいに言われてるけど、まあ、実際はそうじゃないの、やっぱり国体で、一品生、巨人が変わったんだね。鳥取国体で、うん、どうしたの、こんなのいいカーブ、カーブでって、もう、それは伊藤貴一さんたちが、そこで変わった。なるほど、これはまあ新事実やな、うん、あんまり言われてないけど、そうそうそう、それはもう本人と伊藤貴一さんに両方あの確認して、あそう、はい、ということは桑田はもうあの頃からへりくつじゃないって、理論派だったんだね。まあ理論でしょうね、ある種の、うん、それから今度はあの、うん、それから今度はさっき言った下半身がもうすごいわけですよ、うん、ね、この強さ、うん、そして今度はあのトレーニングコーチと理学療法士の方から、うん、あのその背筋が左右違うっていうわけね。これがひどくなってくると腰痛に来るからって、うん、それで本人に説明して、うん、そして今度はじゃあ上半身はその代わり全く鍛えてないから弱いって言うんですよ、うん、で本人に言ったら、あのプロ野球はアンベルなんか持っていいんですかっていう理論なんです。ね、それで理学療法士とトレーニング部門のコーチがちゃんと話して、うん、こうやってこうやってこうやったら分かりましたって言って、うん、そして週3回とか4回とか、うん、ウエイト、うん、それから今度は1軍行ってもあの都心に2箇所ウエイトのトレーニング場を契約したでしょ、うん、1箇所で飽きるから、うんうん、そして23歳からね、うん、25歳までにビシッと体を作れば、うん、あとその後はねずっとあの、うん、こういう落としたトレーニングで体力を持続できるっていう、うん、そういう理論がすごいですよ。これでタバコを1本吸うと末端 の血管が200万本あのダメになるって言ってさ、で桑田が一軍行ってからほらバスね、喫煙者と禁煙者って、うんうんうん、だから分けた、俺は俺じゃ医者だったもんな、どこでもみんなタバコ吸いまくってたもん。まあ世界 あの、ね、プロスポーツの中でね一番タバコ吸うのはね日本の野球のプロ選手です。そう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 今でもそうだな、今でも吸ってるよみんな。いや俺も吸ってたけどね、ずっと現役の時は。